金沢スカイで竹野内豊というのを見たんですけども、平成と情熱の間で、いや、その前にロングバケーションで有名になったということは言ってました。あとは平成と情熱の間が人気が高かったというようなことを言ってましたが、若干見たんですけども、アシスタントが怠惰とかやったらと名人になったような感じがしましたが、名人になったような服が垢抜けてるような感じがしました。でこれも見たんですが、被災地ですね。で、ヤマト運輸が宅配便一つにつき10円寄付するとかと、スカイラークが3億円ぐらい支援する、長期に支援するというようなことを言ってました。